おはようございます。おはようございます。エンジンのハブです。お久しぶりでございます。釣り子 TV です。今回ジャパンフィッシングショー2018でスペルバウンドコアの僕のモデルが3機種お披露目になっています。まず最初にスピニングの60ハーフの SUL の ST ですね、はい、3機種のうちスピニングはこれだけです、はい、去年出た60ハーフの UL のちょっとまあ柔らかいバージョンというかパワーダウンさせてるバージョンですね。長さは6フィートと61の間で60ハーフ1/2ですね、はい、で亀山ダムだとライクの 2.5 ライクというそのリアル K1 の 2.5 インチのノーシンカートイッチミノっぽく使う釣りですね。それにメインで使ってる竿です。その時のラインは3とか 2.5 ポンド、あとはスモールラバージグ 1.8g まで、ジグヘッドも 1.8g まで、真冬だと 0.9g 前後を 10m ディープでスローにズル引きするような竿な。今1月ですけれども2018年に入ってから取ってるバスもう20本ぐらい釣ってますけど、半分はこの竿で残り半分が、60ハーフ UL の方でダウンショットです、はい。それ以外にあとスモールマウス、野尻湖とか桧原湖行った時のスモールマウスのダウンショットも全てこの竿でやってます。はあのここまでがストリートです。 SUL という表記ですけれども、ベリーガラバットはかなりパワーを持たせているので、やっぱ実際には、魚カニの後は十分魚を止められます。あとここのパワーがないとライクをツイッチした時にルアーをちゃんと弾けない、あとしっかりフッキングができないんで、ベリーにはかなり力を落としています。あ、はい、っていうロートが1本です。あの冬の亀山でいうとやっぱりもう黒のレッグワームっていうイメージがすごいんですけど、はい、羽生さん的なあれ以外でなんか今年引いてるぜってワームとかリグとかってありますか？僕はそのジグヘッドでこの、はい、SUL ジグヘッドは何グラムで、09か 1.8、はい、1.8、はい、でもスモラバーもメインは09か、まあ、1.8、まあ、たまに 1.3 とかも使いますけど、そんな軽いの 10m まで送り込む、はい、でね、両方ともトレーラーはディトレーター。あ、ディトレーター、はい、はい、でダウンショットも最近は黒のレッグアームじゃなくてディトレーター使ってます。で、どうなんですかあれ釣れ方とか、はい、どういう時によく釣れるレッグワームからディトレーターにしようかなって判断基準とか、まあ、レッグワームでも全然釣れるんですけど、はい、やっぱりこうリズム的になんかこうちょっと変えたいなとか、はい、あとは細かく動かしたいなとか、はい、まあ、ボトムの時も完全にもうディトレーターなんですよ、はい、細かい手が動くじゃないですか、はい、でダウンショットの時もなんかちょっとこうアピールさせたいなとかしっかり動かしたいなっていう時はディトレーター使ってます、はい、ガイドしてもらった時にやってた、はいはい、超秘密のハブ付けってのはあれ一般公開しないもんなの？いや、誰、いや、すごいの、あれ俺結構あのやり方好きで、はい、結構真似してるんですけど、はい、まあ、今匠付けってのが大人気で主流ですけど、はい、うん、一回茹でた方がいいですね。俺あのハブ付けたまらないんですけど、はい、あれ来年ぐらい、あ、全然もういいやってなったタイミングで公開していただくと、はい、いつでもいいですよ、はい、亀山のバサーの人たちすごいあれ役立つと思うんで、ぜひやりましょう、釣り子 TV で。秘密ですかあれは？全然秘密じゃないですよ。まあでも今のところはじゃあハブガイドに乗るしかあれの情報は。そうですね、あの家の中で怒られるの覚悟だったらやってもいいと思います。あれすごいですね。ありがとうございます。はい。